さあ、続きの自由な時間へようこそ。前回の続きをいきましょうかな。
ビビ。痛い。
付け次第撃て。びっくり、見つけられたんかと思った。閉じ込めさせて、ビビ。セキュリティが壊された。焼き切るしかない。道具を持ってこい。なるほど。
ルーの様子はどうだ。反応がない。なんとまあ、こいつに懐かれちまったな。倒れていたあんたらをここに運び込んでもらった。あんたの言った通り、俺たちは無事戦場からこの世界に戻ってこられた。あんたの荷物や装備は全てプライベートボックスに入れた。あんたは丸一日死んだように寝たままだったよ。俺はすでにキャピタルノットにいる。フラジャイルのビーチ経由でだが、サム、あんたに謝りたい。ルーは生まれてくるはずだったあんたの赤ん坊の名前だったんだよな。やっと話がつながったよ。俺に子供はいない。ある資料を見つけた。10年も前のだ。ある女性が町の中で急死した。死ぬにはまだ早すぎる。死体の発見が遅れてボイドアウトが起きた。彼女の夫はブリッジズのメンバーでドゥームスだった。駆けつけたが彼は間に合わなかった。町が消えた時、クレーターで生き残っていたのは彼一人だけだった。つまり機関車だったのさ。ボイドアウトの原因は何か。実は彼が死体を隠したのか。その男は唯一の生存者だ。世間は彼のことを責めた。容疑者として保護先はやがてブリッジズにまでも向けられた。彼は責任を感じてブリッジズを出て行った。男の亡くなった妻の名前はルーシー。お腹には赤ちゃんがいた。二人は生まれる前の子供をルーと。嘘だ。そうか、ブリジットにも教えてもらったんだ。いつもあんたのことを言っていたよ。私たちとのつながりを断つ必要はなかったって。もういい、やめてくれ。落ち着いてサム、そこに座って。俺の体の 70% は死者の臓器でできている。理由を知っているか。俺に関する噂は全て俺が撒いたカバーストーリーだ。俺はフランケンシュタインの怪物なんだ。人為的に多能性幹細胞から作られた。ところが再生しなかった不完全な臓器は死者からの移植で補うしかなかったんだ。誕生という瞬間がない。俺はただの肉人形、カーのないデッドマン。子宮から生まれた者にはビーチがある。あんたにも BB にも。俺にはそんなつながりはない。母親とも、あの世とも、ビーチとも。だからこそ俺はビーチに憧れたんだ。それでブリッジズに入った。しかしあの戦場、あのビーチは地獄そのもの。ただあそこであんたを待っていた時、俺は不思議と怖くはなかった。あんな気持ちは初めてだった。誰かとつながっているなんてな。私たちとのつながりを断つ必要はなかった。ブリジットの言葉は正しい。つながりを断ったつもりはない。最初からつながっていなかっただけだ。そんな、俺でもつながれたのに。ああ、それはあんたが握りしめていた古いアメリカ軍のドッグタグだよ。そいつを引き剥がすのに苦労した。クリフォード・アンガー、 ID も入ってる。昔のデータベースで調べたら記録と一致した。アメリカ陸軍特殊部隊に所属。コソボ、イラク、アフガニスタンで作戦に参加。この男だ。うん、まだそれくらいしか分かっていない。
さて、戦場での回路路線がひどいはずだ。シャワーでも浴びたらどうだ。あ、一緒に入る必要はなくなった。ダイハードマンの件はもう心配いらない。俺たちの会話は記録されないように細工した。させられるよね。とまあこの感じのまま次の話に行きたいんで一旦ここで切ります。続きはまた次回。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てください。